F&AMP, F ビル F&F ビル FF ビル F&F ビルディングスは、東京都武蔵野市吉祥寺本町にある商業、文化ビル、財団法人武蔵野市開発公社が運営。A 館、B 館の2館に分かれており、ショッピングセンター、コピス吉祥寺を中心に、吉祥寺美術館、屋上庭園、吉祥空園空などで構成されている。本では、 メインテナントのコピス吉祥寺、武蔵野市立吉祥寺美術館について衝述するほか、かつて本ビルにあった伊勢丹吉祥寺店についても述べる。昭和40年代、当時の武蔵野市長、後藤喜八郎の主導による、吉祥寺駅周辺再開発事業の目玉として、旧藤村音楽体操学校、1964年、昭和39年頃解体の跡地に、 大手百貨店の伊勢丹を誘致、1968年、昭和43年に着工、1971年、昭和46年11月に完成、11月10日には伊勢丹が開業をし、1972年、昭和47年には、専門店フロア、F&F、F、専門店街、現、コピス FF が入り、この年の3月に全面開業した。 それ以後、武蔵野市民や吉祥寺を訪れる買い物客からは、FF ビルの名で親しまれてきた。建物自体は2000年代以降、老朽化が著しかったことから、2004年、平成16年より2年かけ耐震改修、外装リニューアル工事を行った。また2008年、平成20年には、エイムネ入り口にドライミスト発生装置が設置された。開業以来、 各テナントとして、重きをなしてきた伊勢丹吉祥寺店が2010年、平成22年3月14日に閉店。伊勢丹の閉店から半年後の10月15日、三菱商事都市開発株式会社の運営する商業施設、コス吉祥寺が開業する。なお、コピス吉祥寺開業に合わせ、内外層ともにリニューアルされており、元町通り側にあるミは、 伊勢丹末期からの三角状から、コピスロゴ入りの四角形のものに変更された。伊勢丹の名残からか、コピス吉祥寺の開業後も、旧伊勢丹、伊勢丹の後、伊勢丹跡地、伊勢丹だったところ等と呼ばれることがある。コピス吉祥寺、コピス吉祥寺、コピス吉祥寺は、三菱商事都市開発株式会社、三菱商事の子会社が管理運営している。 ショッピングセンター。2010年、平成22年10月15日に開業した。B 館全館、旧伊勢丹及び A 館、地上1から6階、地下1階、コピス FF 含むを使用し、2館延べ、100店舗前後で構成される。施設のコンセプトは、吉祥寺スタイルコミュニティ、吉祥寺スタイルコミュニティで、主に20代後半から30代前半の、 ニューファミリーとその親世代を中心ターゲットとしている。また、コピスとは、英語で、雑木林、小さな森という意味のコピスであり、また CO、共に生きる、エスピス、活気づける、刺激するの二つの意味合いも、込められている。なお、伊勢丹平店後も引き続き営業していた、FF 専門店街も引き続き、コピス FF、コピス FF として、営業を行っている。 また、吉祥寺パーキングプラザと特約駐車場契約を結んでいる。2009年、平成21年秋、翌年3月で、伊勢丹の閉店が決定した、後日のに伴い、武蔵野市と開発公社、ビル所有者が、三菱商事都市開発、以下、三菱を後継テナントの第一優先交渉権者とし、新たに都市型ショッピングセンターが出展されることになった。 これは、武蔵野市長友情、森政の主導による、吉祥寺駅周辺地区の再開発プロジェクト、進化する街、ネクスト、吉祥寺の目玉の一つなった。2010年、平成22年5月12日には伊勢丹による建物の明け渡しが行われ、開業に向けての改装工事とテナントの調整に入り、また改装工事費用として、 開発公社が13億円弱を投資し、各テナント補強のために、三菱が8億円強を出資した。2010年、平成22年7月26日に、施設名称を、コピス基地上寺、コピークス基地上寺と決定、10月15日に開業を迎えた。など。コピス FF、コピス FF は、本、ビルエガン仮想会で営業している。 専門店街、1.2階と地下1階、また3階の一部を使用して営業している。3階には屋上庭園、吉祥庭園空があり、憩いの場となっている。1972年、昭和47年3月、F&F、FF 専門店街として開業した。1980年代初期から2000年代前期までは運営会社、 株式会社 FF ショッピングセンター、工術が運営してた。会社解散後、吉祥寺 FF 商業共同組合が運営していた。2010年、平成22年3月14日の伊勢丹閉店後もそのまま営業を継続。10月15日のコピス開業に伴い、名称をコピス FF に解消。一部のテナントが引き続き営業しており、 新テナントも入居するなどしているが、一方で撤退する店舗も相次いでいる。また、2009年9月11日からコピス開業まで、フリーマガジン FF を発行、配布していた。武蔵野市立吉祥寺美術館は、本、ビル A 館7階にある美術館、日常生活と文化、芸術を楽しむ場として、武蔵野文化事業団により2002年、 平成14年に,に開設された。主に野田急浦の日本画をはじめ、油彩、版画、写真など2000点もの作品が収蔵されている。各種企画展を開催する企画展示室のほか、武蔵野市民の憩いの場である市民ギャラリーや浜口洋造や萩原秀夫といった有名作家の記念展示室もある。美術館へは A 館6階。 キャラパーク吉祥寺から直通の入り口専用階段で行けるほか、元町通り側に吉祥寺美術館用の正面入り口から直通エレベーターも運行している。なお、ロゴマークは長沢誠とイラストレーターが手掛けており、英文でと表記されている。2017年、平成29年10月現在、伊勢丹吉祥寺店はかつて本ビルで営業していたデパート、 三越伊勢丹ホールディングスグループの中心企業である株式会社伊勢丹当時が直営していた。本ビル完成の1971年、昭和46年11月10日から2010年、平成22年3月14日まで38年460ヶ月14,035日にわたって営業された。本、ビルビ館、地上8階。 地下1階前館と A 館、地上6階地下1階部分を使用していた。2010年、平成22年3月14日の営業終了時点でのフロア構成は以下の通り。それ以前に、一時期、新宿本店などと同様に、男の新館、伊勢丹市に瀬町といった、当時の伊勢丹を象徴する売り場も展開していた。また、 本館屋上にテニスコートが付設されていたこともあった。株式会社 FF ショッピングセンターは、1979年、昭和54年10月に設立された、ショッピングセンターの運営会社。伊勢丹から遅れて開業した、専門店街、現、コピス FF が、期待通りの売り上げには至らず、新テナント誘致など商業活性化のため、武蔵野市と開発公社、 伊勢丹などの出資で設立された。しかしながら赤字が大いにかさむなどしたため、伊勢丹が開発公社に家賃値下げを要求したり、FF 側が耐震補強と外装リニューアルが必要になったことなど、問題が山積の末、2004年平成16年3月、株式会社 FF ショッピングセンターは解散した。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。